皆さんこんばんは、元病院の和田さんです。本日もお忙しい中ご来店いただきましてありがとうございます。ということで、本日皆さんにお話ししていきたいのはですね、今この動画を開いてくださったということは、実際に今お肌荒れに悩んでいるとか、私と同じようにですねニキビが繰り返しできてしまうというふうに悩んでいる方もすごく多いかなと思います。でも大丈夫です。私自身もすごくいろいろ試した結果本当に良くなりつつあるので、今日は私がですね本当に肌が荒れている時期に使っていた肌体力を整えてくれたスキンケアアイテムを今日は皆さんにご紹介していきたいと思います。それではどうぞ最後まで楽しんでいただきますように。はい、今回ですね私が本当に肌荒れをしている時期にですね一番大切にしたことは、極力シンプルなアイテムを使うこと。肌が綺麗になりたいっていう思いの中にもすごく段階が私はあるなっていう風に思って、例えば肌が荒れている中でニキビ跡を隠したいとかシミを薄くしたいとかっていうのは最後の段階の方なんです。でもその最後の段階の方を私は最初から求めて、肌体力が落ちているにもかかわらずそっちの攻めのアイテムの方を選んだりとかして、お肌って皮脂膜だったりとか水分とかで守られていると思うんですけれども、その守備能力自体がすごくこう衰えている時にそういった攻めのものをやっても私自身はあんまり意味がなかったんですね。なので、そういった経験も踏まえまして、まずは肌の本当に荒れ地、何か塗ったらニキビができちゃうとか、なんか触ってたら真っ赤になっちゃうとか、もうそういう時期に私が使っていたアイテムになります。で、今少しずつ肌自体が安定してきたなっていうフェーズにようやく来たので、この後ニキビを薄くしたりとかシミを薄くしたりとか、お肌自体をトーンアップさせたりっていうプラスアルファの攻めのスキンケアアイテムを新たに取り入れていこうかなっていう感じで、結構お肌をしっかり見て選んでいくことっていうのはすごく大切だなっていう風に思わされました。で、私がこう塗っているルーティンとかも皆さんにご紹介しながらお話ししたいなとは思ったんですけれども、なんせ私は口から生まれた和田さんでございますので、皆さんのお時間を本当に無駄にしてしまうぐらいすごい多分喋りながらやっちゃってどちらかってしまうと思ったんですね。そういった恐れがあるので、今日はちょっと商品紹介のみにさせていただきたいと思います。なので今回はサクサクとまずは紹介していきますね。まずはこちら拭き取りクレンジングなんですけれども、エタピュールっていうブランドさんのミセラクレンジングウォーターですね。メイク落とし、洗顔、そして保湿効果までをオールインワンにしたタイプのクレンジングウォーターになります。で、夜はクレンジングとして朝は拭き取りとしてもお使いいただけるっていうことなんですけれども、私は本当にお肌が今よりももっとニキビもあって、もうミセラクレンジングウォーターさんをたっぷりとコットンに含んで朝も夜も丁寧に拭き取るっていうことをしていました。で、こちら本当にすごいのがエタピュールさんのこれコットンなんですけれども、今こういったね再利用ができるコットンを使って落としていました。で、やっぱり目に見えて汚れが落ちたなっていうことが確認ができたりとかするので、拭き落としてすごくいいなって思ったんですね。で、デメリットとしてはもしかしたらやっぱり力の加減っていうのがどうしても動画では伝えにくいので、本当にね優しく優しく、そしてクレンジングウォーターはケチらずっていうのがすごくポイントだなと思ったんです。そういう意味でもこのクレンジングウォーターは1760円税込みなので、成分にものすごくこだわってるものなのに割とお試ししやすいお値段だと思うので、本当にこちらはおすすめで引き続き私も愛用させていただきたいと思っています。これがですね基本的には私はベースメイクとか、こういうマスカラとかリップ以外のお肌全体に使っております。で、その後これはちょっと時と場合によるんですけれども、ポイントメイクがすごく濃い日なんかは I'm your hero デュアルウォータリークレンジング、こちらを使っていました。ちょっとメイクを濃くしたな、そしてお肌の状態も不安定だなっていう日はこちらを同じようにコットンで含ませて使ってました。こっちのウォータークレンジングはあんまりこうウォータープルーフ向きではないかな、どちらかというとナチュラルなメイクとかベースメイクを十分落としてくれるっていう感じ。こっちの I'm your hero デュアルウォータリークレンジングに関してはウォータープルーフタイプのアイメイクとかしっかりとつけたグラデーションとかもスルンと落ちるんですね。で、これはなんか即落ち、そして保湿、この相反する条件を両方とも兼ね備えた本当に素晴らしいアイテムなので、メイクがすごく濃いけれども今お肌がすごく敏感だとか、お家帰ってからなかなかこうメイク落としに時間をかけられない忙しいっていう方にぴったりのアイテムだなと思います。そしてですね、実はですねお肌が本当に SOS を求めていた時に、普段使っていたやっぱりスキンケアが私の肌が人以上に敏感な時期だからこそなんですけれども、ちょっとこう刺激になったりっていう風に感じたことがあったんです。で、そんな時期に近くのナチュラルローソンで本当にシンプルなスキンケアはないかなっていう風に探していた時に見つけて、本当にびっくりするぐらい良かったんです。
です。で、化粧水までこれぐらいしかもうないんですけど、松山さんのアミノ酸シリーズですね、使っていたのがアミノ酸浸透ジェルとアミノ酸保湿ローション、この2つになります。本当に肌が不安定な時期は私はもうスキンケアはこの2つで済ませていました。ただしその分アミノ酸浸透ジェル、この保湿液をたっぷりつけて、最後に必ず保湿ローションで皮脂膜をたっぷりと作ってあげるっていう工程をね必ずしていました。これ少しこう敏感な肌の方のためにすごくおすすめのもので、パラベンとか鉱物油、着色料、そして香料もですね全く使っていないんです。なので個人的には低刺激でたっぷり遠慮なく使えたすごいスキンケアアイテムでございます。そして毎朝ですね、私もスキンケア、これ前回の動画でも紹介した、本当に今愛用していて、これ限定品みたいで今しか買えないかなと思うので、今度またねチャントアチャームで買わなきゃいけないんですけど、チャントアチャームさんの UVB さんのボディープロテクターですね。これはプッシュ式でちょっとこういった真っ白な日焼け止めなんですけれども、本当に乳液みたいな感じでお肌の上をこうスルーッとちゃんと伸びがいいものになります。で、伸ばしても全然こう突っ張る感じがなくて、本当にこうクリームのような質感でお肌全体を保湿し続けてくれる日焼け止めになります。これをねスライドせずにタッピングで、いつもお顔にはつけてあげています。でもさ、すっごい私体焼けたと思いません？絶対思ってたけど我慢してましたよね、今言うのね。そうですよね、大丈夫、言ってください。ここ最近になって私焼けたってようやく認めて受け入れたので、日傘とか紫外線 UV パーカーとかね、この前 Amazon で買ったのを、そういったものを最近ようやく取り入れてるんですけれども、時すでに遅しみたいです。ちょっとこっからまたねケアしてどこまで明るくなるかをね、また皆さんにもお伝えしたいと思いますので、皆さんも油断日焼け気をつけてください。恐ろしい。はい、ということで皆さん本当に1週間お疲れ様でした。その1週間お疲れの中、最後に和田さんチャンネルご覧いただいて本当にありがとうございます。自分自身をこう大切にケアして生き生きとこう過ごしている方がすごく多いと思うので、私自身も皆さんのコメントからすごくエネルギーや影響をいただいております。いつもありがとうございます。今日私が紹介させていただいたものは、私個人がですね本当に自分に合ったアイテムを紹介させていただいたまででございますので、皆さんご自身のお肌の特徴とか、私なんかよりもね皆さんの方がしっかりとやっぱりお肌のことを理解されていると思うので、ご自身に合ったアイテムをぜひセレクトして、もしですね何か私と同じような悩みが被っていたりとか、そういった場合はぜひ何か参考に使ってみていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店をお待ちしております。